こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は直面してみるというテーマでお話ししていきます。今ね、こういろいろ便利な時代になっているので、例えば何か知りたいことがあったらちょっと検索したら情報がいろいろ出てきますしね、それを読むこともできれば映像とかね、そういうのをこう見たりいいね、聞いたりすることもできますよね。ですから、その便利なことっていうのは非常にいいんですけども、家にいながらにして、パソコンとかスマホとか見れば何でもできるっていうことは、わざわざ出かけたりするとかね、いうことがやっぱどんどん減ってくる。ね、でそうすると、やっぱりそういう直面する、何か外に出て何かを体験する。ね、その場に行って何かを体験するっていうことが、どうしても減ってくる傾向にあると思うんですね。で、わざわざそこまでする必要のないことだったらそれはそれでいいんですけども、ね、だけど要するに何も直面しなくても、なんか家の中で、何でも知ることができるっていうことに慣れきってしまうと、昨日もちょっとその生演奏の醍醐味っていうお話ししましたけど、何かそういう空気感みたいなものを感じる機会っていうのもどんどん減っていくと思うんですね。で、そうするとやっぱその空気感ね、直面するっていうのはある種その空気感を感じるっていうことともつながってくると思うんですけれどもね、そういったその空気感を感じることが少なくなってくると、なんて言うんでしょうか、その体験の濃さというかね、そういうのはやっぱどんどん薄まっていって、特にこういうギターとか音楽とかね、要するに、その音楽を味わって、ね、その楽しむ、その楽しみもなんかそこの浅いものになっていきやすい。で、そうなると、やっぱり意欲もだんだんね、少なくなってきますから、上達も遅れてしまうっていうふうな感じに、なってしまいやすいと思うんですね。はい、ですからやっぱりその直面する機会を持って、要するにできるだけ密度の濃い、ね、そういう、経験をする場を持つっていうことがやっぱ大事だと思うんです。で、それはどういう場所かって言ったら、これも言うまでもないと思いますけど、やっぱステージ、人前で弾くっていう経験ですよね。はい、発表会だったり、コンクールだったり、コンサートだったり、あるいは、例えば知り合いのなんか披露宴で演奏するとかね、何かそういう機会があれば、そういうのもどんどん活用した方がいいと思うんですけども、やっぱり人前で弾くってなるとね、どんなに準備してても、やっぱり何らかのアクシデントが起きたりとかね、そういうのはやっぱ起こります。ね、普段間違えないとか、何か間違えてしまったり、見失ってしまったりね、そんな風なトラブルが起きることもあったりしますよね。で、そういう時に、やっぱ人前だと、何とかしなきゃいけないっていうね、ここを何とかやっぱ流れを崩さないようにしないといけないとか、何とか形まとめないといけないとか、ね、直面してると、ね、そういう、いろいろその頭の中総動員して、さあこのちょっとトラブルにどう対応したらいいのかっていうね、もう頭フル回転で考えながらその場に、文字通り直面するわけですよね。で、こういう経験っていうのがものすごく大事だと思うんですね。で、家でね、弾いてたら多少間違えても、また弾き直せばいいかとかね、そんな感じで。要するにこれは直面してないわけですよ、ある意味で。ね。やり直せばいいかっていうね、もちろんやり直せばいいんですけど、ね。だけどそれだけだと、そういう緊張感のないところだけでやってると、何かその直面して、その中から発見したりとかね、気づいたりとかっていうことが、どうしても少なくなってくる。だけど人前で弾く場、ね、でそこでやっぱある程度の緊張感を持ってやってるとですね、できるだけ止まらないようにしよう、ね、なんとか、形きれいに整えよう、なんとかね、いい演奏になるようにしよう、ね、やっぱそうやって考えると、ちょっとしたことでも、ね、ちょっとしたそのトラブルとかが、ね、起きた時でも、なんとか、ね、そこを切り抜けなきゃいけない、ね、これやっぱその直面してる時に起きることだと思うんですね。でそういう時に、ある意味で非常にその自分の頭の中も活性化するでしょうし、ね、でそういうところからの発見もあるでしょうし、それがまたそういう経験がまた上達にもつながってくる、あるいは、さらにそういうところからね、その音楽の楽しみ方っていうのが深まってくる、音楽の理解とかね、そういうのが深まってくるっていう風にね、いろんな、そういう相乗効果みたいなものが出てくると思います、ね、これらすべてやっぱりね、一番そういうのが出てくるのはやっぱり直面してる時だと思うんですね。もういつでもやり直せばいいや、もう何回でもやり直せばいいや、ね、別に今もうこの時だけじゃなくてもね、後でやってもいいやっていう、こういう直面していない感覚ではなかなか気づけないこと、ね、身につかないことっていうのが、やっぱそういう演奏の現場、ステージですね、そういう現場で直面してる時にはいろいろ発見できると思うので、ぜひそういうね、
ステージの機会があったらどんどん活用してほしいなと思います。ね、こういう直面してみる。ね、特に現代みたいにあまり直面しなくってもいろんなことがなんとなく分かってしまう時代には、ね、この直面できる機会を活用するっていうのも結構大事なことなんじゃないかなと。ね、まあそういうことが経験できるのもやっぱりギターとか音楽をやっている良さじゃないかなというふうに思いますのでね。はい、まあぜひ参考にしてみてください。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。